もいいよ、ボサボサで。もうね、耳が痛いんですよ、とりあえず今日は。それとね、ここにね、なんか皮膚科の薬を塗ったんですけど、皮膚科の、あのいつも例の皮膚科の薬ですけど、砂漠化しました、ここが。乾燥に、乾燥で負けました残念ながら。あ、耳が痛くて、ちょっと自分の声の音量がよくわからない。普通ですか？これぐらいやったっけ、いつも。あれ、本当にわからん。今日は皆さんに会えましたよ。皆さんに、久しぶりに。本当久しぶりでしたね。ん？本当よ、毎日どっか痛かばい今日耳が痛いっていうか、もう今聞こえないだけです、まだ。そう、飛行機苦手。うん、耳が痛くなるけんね。確かに耳痛い、うん、乗ってる時は痛いけど、今はね、別になんか痛いっていうか、なんか聞こえないんです、まだ。わ、やばい、どうしよう。テンション低い配信2日目だ耳抜きってどんなやってするんですか耳抜きどうやってするのかわからん。うんまあ、うんまあ、うんまあって何？うんまあ、うんまあって言ってみって。うんまあ、うんまあ、うんまあどうなるさ、うんまあって言ったらお見抜きでは しないよ。耳抜きやろ。全然する。どうやってすればいいの？耳がまだ聞こえないですね。まあそれはいいとして、耳はいいとして、あの明日から、明日の10時から私の21歳の生誕グッズが予約されます。予約開始、やったー。耳温めればいいんですかね。ってことで皆さん、ぜひゲットしてください。私は今年はフットゴルフの、あの、そうそうそう、ツイートしたやつ、あ、嬉しい、いいデザインでしたって。あのね、フットゴルフをしおる後ろ姿みたいな感じで書いたんですけど、そう、もうね、21歳になるんですよ、私もうっていうか、別にそうで、あのフットゴルフ、タオルも今年はね、デザインできるみたいで、タオルもあのデザインさせてもらったんですけど、まあ、T シャツもタオルも同じような感じでしましたね。そう、あ、花の21歳とか聞いたことないけどな21歳児じゃないんですよ、本当に予約したらいいことありますよ、きっとありますよ。本当？嬉しい。絵が上手くてよかったって。うわ、嬉しい。絵褒められるなんて。可愛い感じにしましたよ、今年は。去年はすごくシンプルだったので。楽しいですね、でもデザインってすごく。あー、髪が気になっちゃうな。ボッサボサじゃない？大丈夫？本当にやばいよ、びっくりしちゃう。後で写真は載せますね、いつか解禁されたら。いろんなものが、ほっ、ボッサボサや、ボッサボサじゃんか。どうしてくれるんですかね。お風呂上がりとか寝起きとかじゃないんですよ、ちゃんとセットして雨に濡れてこうなったんです怒ってないよ、怒ってないけど、怒ってないけどね。もう本当に、もう怒りたくなりますよ、雨にね。もう雨が降るけんこうなるとさ雨にやられたと。そう、全部雨のせい。帰ってきたら雨降っとってさ、もう病んどると思っとったのにね。帰ってきたらもう全然ザーザーぶりでさ、もう濡れるしかないよって言って濡れて帰ってきました。
そう、全部雨のせい。まあそんな感じですね。今日はまあいろんな方と会えてよかったです。先輩とかも。じゃあこれを紹介しようかな。じゃあ紹介したいものがあります。じゃあどうぞ。はーい、じゃ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 ん。キャラ芋、キャラ芋です。なんとこちら宮崎県のお土産いただきました。はーい、嬉しい、大好き、芋大好き、もう芋好き、もう大好き。そうです、ソラノンから、はい、お芋ちゃんって言って芋いただきましたよ、ソラノンから。お、すごい、南九州産さつまいも使用ですってよ。やっぱりね、芋しか勝たん、本当に芋しか勝たん。嬉しい、髪型好きって言われた。今日の髪型これね、本当にもう撮影だったんですけど、もう濡れちゃってね、こうなっちゃったんですよ、残念ながら。ボサボサなんですけど、すごくあのちゃんと綺麗にできたのはまた後で SNS に載せますね。でこれ、これはさつまいもでもいいんですね、別に。あ、別にじゃがいもも好きですけど、さつまいもも大好きです。じゃがいもも好きですよ。てか本当はじゃがいもが一番ですよ。じゃがいもが一番けど、さつまいもも本当に好きです私。そうだけん、え、今日言ってくれたら、今日荷物少なかったんですよ、日帰りやったけん。今日行って今日帰ってきたんで、あのすごく荷物が少なかったけん、え、そらの早く言って、私だってカステラなりなんなり持ってったの、持ってきたのにって言ってから、そう、もう嬉しい。まあ、とりあえず嬉しいです。食べますね。そう、めっちゃ忙しかったよ今日。朝早く起きて、ほんとさっき帰ってきたんですけど、トンボ帰りって大変ですね。耳も。ねえねえねえ、本当にさ、なんでか分からんけど、私飛行機乗ってる時 100% で、本当に100、最近はもう本当に 100% で、あの降りる時にみんなが、周りのお客さんたちがわーわー騒ぎ始めるっていう夢を見るんですよ。なんでかな、もうこれ本当に 100% で毎回見るんです、その夢を。降りる時にみんながわーやばいやばいやばい、落ちる落ちるっつってザワザワってする夢を毎回見るんですよ。なんでかな、怖いのかな飛行機が。まあなんでかわかんないですけど、今日も見ました、その夢。え、色っぽいってみずき 100% 寝てるから。そうですよ、寝てるけん夢ですか。いや本当に 100% なんですよ、本当に本当に 100% だって。この間も見たし、そのこのこの間のそのこの間も見たし、そのこの間のこの間のこの間も見たえ、まだ今日出ないんですか、おみずき。10日目、10日目だっけ、11日目だっけ。ほら、あんま近くに行ったら砂漠化しとるとこ見えてしまう。あんま睨んで睨んで、ね、あのメイクさんにもその砂漠化してるところを何回もしてもらって、あの修正してもらったんですけど、まあ光で飛ぶだろうっていうことで、そう、大丈夫そうかな。芋嬉しい、芋大好き、さつまいももじゃがいもも何芋も好きです。でも里芋はあんまり食べないです。好きですけどね、別に嫌いじゃないけど、あんま食べる機会ない。さつまいも、なんか芋けんぴかなと思ったんですけど、なんか芋けんぴもどきみたいな、違う？でも芋、大学芋みたいな感じですかね。知ってますか、宮崎の方いらっしゃいますかね、宮崎出身の方。めっちゃ美味しそうですよ。これ配信で食べますか、みんなで。
みんなでじゃない、食べるのは私だけだけど本当に美味しそう。すごいすごい、やっぱりこれ宮崎のあれだ。うわっ、カロリー高っ、466カロリー高い。これ1日3粒しか食べない、ダイエットしようっけ、高っうまかっちゃんぐらいあるよ。うまかっちゃん食べるのやめて、お昼ご飯にこれを一袋食べればいいってことや。すごいすごい、宮崎県産って書いてます。すごいね、宮崎県産ですよ。しっかりね、なんか宮崎がすごくあの強調されてますね。後ろにいっぱい書いてある。あ、宮崎県宮崎市、住所とか一覧目か言っていいですか。別に製造のところもしっかり宮崎県宮崎市。すごい、宮崎の名産物、名産物。そう、全部食べければ400カロリーじゃないとよね。でもすごい美味しそうです、これ。もし美味しそうですよ、やばいですね。もうこれだけでアメンに濡れたことなんて忘れれるぐらい。なんていう会社、株式会社イート、イートイートって株式会社イートさんですね。すごい美味しそう、食べたい食べたい、今食べたい今食べたい。食べるダメか、夜ですよ今は、やめとこ。やだ、本当だ、芋キャラみたいになってますよ。おみずきキャラ芋なのに、芋キャラおみずき、イエーイ、芋キャラでいい、芋キャラになりたい。すごい、もう本当に美味しそう。もう音でわかる、美味しいって。あ、絶対美味しい、絶対美味しい。キャラメルですよ、さつまいもとキャラメルってもう 100% 100% 美味しいやん。あ、今日嬉しかったこと言っていいですか。あのね、ミーヨンさんと、ミーヨンさんがいたんですね、メイクで。隣ぐらいにいたんです。隣の隣って言っても3人しかいなかったから、まあ、3人いたんですね。ソラノンと私とミーヨンさんといて、であとメイクさんがいて、で、あ、お疲れ様ですって、あ、おはようございますって、あの自己紹介をしたんですね。ソラノンが最初に、あの宮崎県代表の、あの上見ソラノンですって言って、そしたら、あ、ソラノちゃんこの間ドボン当たったよねみたいな言ってて、うわーいいなーって、あのソラノン、そうミーヨンさんとね、あの、あ、すごい認知されしていただいてるんだと思って、嬉しいな、いいなって、あ、いいなって、羨ましいなってちょっと思って、で、まあ、その後に私もちょっと言った、あの尾上瑞希ですって、あのご挨拶したんです。そしたら、あ、知ってますよって言われて、あのサッカーの子だよねって言われて、嬉しい、嬉しすぎると思って、もう本当に嬉しかったです。あ、知ってくださってるんだなと思って、めっちゃ優しかったです。本当にめちゃめちゃ優しくて、しっかり喋ったことは初めてだったんですけど、直接。めっちゃちっちゃいですよ顔、めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃい、本当にこれぐらい、めっちゃちっちゃいですよ。本当さすが総監督さんです。写真は撮ってないんですけど、もうとりあえず優しくて、もうとりあえず知ってくださってるのが嬉しくて、やったー、出たよ、もう嬉しい。ちょっとお芋ちゃんおいで、はい、チーズ、カシャカシャカシャ。今日いっぱい撮影してきたけん、ポーズ上手かも。やった。じゃあこれをもうちょっと大きく出して、あ、終わっちゃった、早っ。よし、食べんって、こんな時間に食べたら本当にもう、みずき明日の朝起きたらアンパンマンみたいになっとるけん。そう、芋キャラ10日目、んシャカって何シャカって何。まあ、芋の話は置いといて、
まあ、みよさんにね、あの本当にあのしていただいて本当に嬉しかったです。うん、超嬉しかった。そう、体重増えやすいんじゃなくて、あの顔に出やすいんですよね、すごく。多分ね、1年前ぐらいからの写真を見返してもらったら分かると思うんですけど、すごくね顔に出やすいんですよね。多分みんなが思ってるより私体重の変化なくて、あのすごい顔が丸かった時と、本当に体重の変化1キロ2キロとかかな、3キロいったかな。でも本当にそんくらい大した体重の変化はないんですのに、顔に出やすいから、そう、あんまり増えないようにって気をつけてます。なんでよなんでさどんどん顔に出していこう。嫌よ、絶対嫌よ。もうね、て運動もねちょっと減りましたね。学校、学生、そうそう、学生のね頃からに比べたらね、運動量が減ったから、自分でなんかこう自分から動かんと動く機会がねなんかないけんね、大変ですね。そう、そんな感じですね。そうさ、本当にそうなんですよ。だけんか、ニキビはね治ったかな、治ってないかな。よく見たらありそうですね。よく見らんとなさそう。すごい。あ、これはタワーじゃないのか。でもありがとうございます。これはタワーじゃないのよね。え、タワーなのこれ。え、違うよ、これはあの違うよ、これタワーじゃないんですよ。タワーに見せかけてのタワーなの。それはタワーなの。それ本当に、え、みんなフェイントかけといての消えるんじゃない。ちょっともうちょっと待ってみよう。絶対消えると思うんだけど、あれあれ消えないの。だってこの間もさ、すごいあの、あ、え、嬉しい誰、え、嬉しいです。え、だってさ、この間なんか私がさ、あのタワーだって言ったらさ、それタワーじゃなかったよっていうオチやったやんか。あれ、わ、え、うわえー、どな、いや、こまちゃんだ、嬉しい。え、なんでですか、何の記念日。最近記念日じゃない時にタワーくださる方がいて本当に嬉しい。なんか今日配信頑張ったわけじゃないけどね、よかったです、配信して嬉しい、ありがとうございます。あ、ホワイトデーバージョン限定ですか、間違えた、ホワイトデー限定バージョンなんですね。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。消えない消えない、全然消えん。うわー、嬉しい、ありがとうございます。いや、よかったね、本当に飛行機頑張ったねって。うわ、嬉しい、もう嬉しい、もう明日も耳あの治らんくてもいい、もう嬉しいけん治らんばダメやっぱりあー、いい、嬉しい。本当に今日すごく悩んだんですよ。もう雨に濡れて髪がぐしゃぐしゃになった瞬間にテンションが100から75ぐらいまで下がったんですよ、あのテンションがね。いや、63ぐらいまで下がっちゃってテンションが。そでもういや、もう配信できないや、あ、今日でおしまいか、おみずきもしょぼかったな、おみずきの毎日配信もとか一人で思いながら、そうで、ゆきなとかにも言ったんですよ、もう今日でおしまいですって、おみずきの配信は今日で終わりですって言ったんですけど、いや待てよ、時間はあるぞって思ってここで終わったらみんなから、うわ、あ、みずきしょぼかったなってみんなに思われるのか、配信しようって思って、
配信したらどうももらった嬉しい。テンション135、今156、180、200。ああ嬉しい。そう、飛行機のせいでね、もう投げやりですよ。ほんと気分がね下がっちゃいますね。で雨です、雨のせいよ。あ、そういうこと。10日頑張ったけん、うわみんな甘いですよ。大丈夫、嬉しいんですよ。もう甘くお願いします。何100超えたって。ああテンションがね、なんかねちょっとお水木のコメント欄がちょっと遅いかもしれない。今日あの時間差があるな、ちょっと雨やけんかな、結構電波が悪いな、コメントがちょっとねずれてますね少し。まあいいや。最高は100、200ぐらい。最高200だっけ。今超最高記録200。嬉しい、ありがとうございます。心拍数何本知らん。心拍数130ぐらい、分からん。130え多いと、それ分からん。心拍数の相場が、基準が分からん。うん、よかったよかった、嬉しい。今日で10日目ですか。今日で10日目。僕は今4くらいです。低くないですかIQ ってどんくらいですか皆さん。私は分からんけど200ぐらい。え、200ぐらい分からん。 IQ がどんくらいか分からん。100、心拍数100超えたらやばいでしか。じゃあ20ぐらいで。分からん、全然 IQ もよう分からん、基準がえ、あ、そうなんですか。あ、100、あ、めっちゃ天才だって。あ、そうなんだじゃあ200で。心拍数130あったらダメなの。へえ、そうなんだなんでよく知ってますね、心拍数の基準なんて皆さん。ん、そう、明日やろ。明後日はしっかり耳治りますよ。あ、あれのこと、心拍数のこと。心拍数大丈夫ですよ、明日までに。じゃあ明後日までに130がダメって言われたけん、じゃあ明後日までに50ぐらいにしときます心拍数。あ、そうなの、100超えたら病院行きだって行ってきます。え、ダメじゃん。じゃあ30ぐらい。ちょっと全然わからんな、基準が。心拍数とか測ったかな。測った、あーでもなんか昔測りよったかな、なんかふざけて。1、2、3、4、5、6、7、8すごい心臓早いですよ。もうずっとドキ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 って。病気かな確かに。じゃあ明日明後日楽しみですね皆さん。髪型どうなしようかな。アレンジできないんですね、あんまり上手に自分じゃ。だけんちょっと普通かもしれないけど、普通な髪も見てくださいあ、これは濃いかな。ドキドキしとった130。あ、なるほど、声の病気か。配信中やけんね、釣り師になるぞ釣り師になるぞ。そう、やってもらえないんですよ、自分でせんといけんという、あのお話し会はね。楽しみだな、明後日。明日はね、それがなんと明日はなんもないですでけんか、今日全然無理して配信しろよってみんなに思われて当然なんですよ本当に。今日ねもうすごいワックスなのかな、前髪が決まらなくてずっとスプレーかけてもらったって、かけられたじゃなくて、かけてもらったので、そう、髪がベタベタしてるスプレー、なんかスプレーで固めたんですよ。だからなんかウェッティですね。すごい鋭いですね、鋭い。なんで長崎にお話し会あるのに帰ったのって来てる。
すごい鋭いですね。でもしっかりしますよ。明後日は。そう明日はね。そう。明日は何時起きかっていうと、じゃあ起きたらすぐ755におはよう。あ、やめますそれは。それやめとこう。絶対明日遅いけん。多分10時ぐらい。絶対10時ぐらいに起きます。もうね。今日はちょっと写真の整理をしたり、写真の整理をしたりとか、あとは何かな、まあいろ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 今日やることがあるので、ないけど、別にないけどね。そう、お、11時と予想しよう。11時になってないよ、それ111時ってなってるよ。111時、そんな時間ないよ。どういうことや。あ、スマホケースはね、なんかひび入ったんですけど、まあなんかバキバキに割れたわけじゃないんで、でも本当にこれ、このケースが割れるのっていうのが割れたからびっくりしたよ。本当割れるんだケースってと思ってから、うん、じゃあまあめっちゃ遅くてもみんな文句言わんでね。おみずき、昨日一日あの動き回ったけん疲れて昼まで寝てたんだねって思ってくださいね。じゃあ起きたら755におはようって言います。みんな絶対おっそうとか言わんでね。おっそうとか言っちゃダメよ。絶対来る、絶対来る、絶対来るな。フリフリみたいになったけどね。誰が言うか。じゃあ期待しとこう。あ、期待しちゃダメ。でツイッターね、なんかでもツイッターにおは、なんかツイッターはね、ちょっとなんかちょっとなんか荷が重いっていうか、755ならなんかペラペラって言えるんですよ。なんか会ったこととかなんかできる。ツイッターなんか、え、なんでだろう、なんかフォロワーが多いからかな、関係ないかな、なんかわかんないけど755の方が言いやすいです。そう、なんかハードル高い。そう、そういうことです。755の方が言いやすいけん。そうですね、ツイッター緊張するんですよね、投稿するのに。すごく755はもう最近は緊張全然せんくなった。だから皆さんぜひ755に遊びに来てください。ツイッターもお願いします。あ、ショールームもお願いします。フォロー。755よか、めっちゃよか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 。そう、え、わかりますよ、めっちゃわかる。ツイッター緊張するつぶやくと、これが正解なのかって思って。正解とかないんだろうけど、ツイッターは世界に伝わる。そうですよ、そうなんですよ。755はね、あ、やばい、ここにニキビあるのバレちゃう。見てない、見てない、みんな。ちょっとこっち向きで話そう、ニキビバレちゃうから。はあ、最近なんか、はあ、肌荒れが、はあ、お水着の肌荒れ、誰かどうにか止めて。じゃあランキング読みます。突然だけど、じゃあランキング読みますよ皆さん。あ、メールもそうなんです。今日ね、写真を載せようとしたんですけど、30秒前ぐらいで締め切り。うわ、うん、どうしよう。これね、写真送ろうとして写真選び寄って、あの届かんかったら今日1通0通になってしまうけん、それはやばいと思って、もうごめんなさい、写真ないけど、あのメールだけでもと思って文章だけ送っちゃいました。ごめんなさい。そう、写真ね、選んで押してたらね、30秒過ぎてしまう気がしたんですよね。そう、なんかすごくね、意外と心配性なのかな。メールとかもすごくチェックします、送る前に。何回も読んで文章間違ってない。だからね、あんまりないですよね、私文章間違ってること。あんまなくない、どうですか。多分なんか誤字とかはない気がする。私めちゃめちゃ見てますよ、しっかり文章書いた文章。そう、そういういきさつなんです。そうそう、
あ、一回あった、なんかあったかな、あでもたまにありますよね確かになんか結構昔ですよね、なんかあった気がする。ね、思った、メールって何枚も写真載せれないですよね。なんかね、何枚か載せれたらさ、確かにいいのかもしれない。実は優秀ってきた、まあ確かに。じゃあ5時ね。いや私見るんですよ、めちゃめちゃ。あ、上美さんと仲良しのですねって。そうですよ、上美さんと仲良しなんです。そうです、そうです、すごく仲良しですよ。うちら二人すごく自分たちで言ってるんですけど自分たちで自称うちらすごく平和組ってすごく平和なんですよね二人。そう、うちらっていつも平和だねって言って話してます。なんかね、なんか何を基準に平和って言ってるのか分からんけど、なんかね、ソラノンといたらすごくなんか平和な気持ちになれます。平和組です、うちらはきっとそう、のんびり、どっちものんびりしてるんですよね。結構方言もなんかこうなんだろう、なまってるしね。そう、平和なんですよ二人とも。すごいのんびりしてるね、ソラノンは。私もね、すごくのんびりしてる。なんかソラノンはおっとりしてるんですけど、私はのんびりしてる、本当に。お、いいですねそれ。尾上美ってよくない？尾上美よくない？尾上美めっちゃいいやん。そう、平和、平和だねって自分たちでですよ、それも自称平和って言って、いつも。今日もさ、なんか今日もね、なんか二人で話しちゃって、うちら相変わらず平和やねって言って二人でなんか話しました。うん、確かに。なんかね、なんだろうね、なんか落ち着くかな、なんかそう、ゆっくりしてる二人いると。のんきですね、本当に。そうなのって本当になんかこう心が浄化される、一緒にいたら。わかるかな。あ、まあ、怒らない、そら、私もそんなあんまり怒ることないですけど、ソラノンとか本当に怒らない。そう、すごい怒らないですね、まあ、めちゃめちゃ平和だし、まあ、私の方が、あとまあ別になんか、え、意外ってなることはないと思うんですけど、お水木の方があのなんだ、お世話してもらってるかな。そう、全然意外じゃないと思うんですけど、ソラノンはすごくしっかり者で、お水木のお世話をしてくれますね。よく私あのお世話になってます。道に迷っている時も、あ、筋トレに、わかるわかる。なんか道に迷っている時も、今日も二人で迷って、私がすごい自信満々に、こっちこっちこっちって言って、この間ね、こっちで行ったけんこっちだよって言ったら、違う、今日はそこに行くんじゃないよ、こっちだよ、あ、あ、こっちかって言ってそう、ソラノンがこっちだよって言って、こっちだよこっち、この間こっちで行ったよって言って、違う違う、こっちだってって言って、あ、こっちかって言ってソラノンって言ってごめんごめんソラノンって言って、本当にソラノンの方が一個下ですね、私が一個上なんですけど、全然ソラノンの方が保護者みたいな。そうそう、どっちもね、全然あの確かになんかこう頑固じゃないんですよね、ゆるいだけすごく平和に、平和ですよね。いや、どっちで、お水木が間違ってますよ。そりゃ、ソラノンが合ってるに決まってるじゃないですか。それなのに私が、あ、こっちで行ったよみたいな、この間って言ったら、あ、違う違う違う、こっちこっちっつって、あ、そっちか、ごめんなさいっつって。そうそう。って言って、行きました、今日も。今日ね、めっちゃ面白かったのがさ、いや、めっちゃ面白いわけじゃないけど、なんかあの第一ターミナル、第二ターミナルってあるじゃないですか。知ってますか？知ってますよね。あの羽田空港ね。で、第二ターミナルと第一ターミナルで分かれてたらさ、途中で合流しないといけないんですよ、モノレールで。それって難しくて、私が第一ターミナルに行ったのかな？第一ターミナルにいて。めっちゃ面白い。なんかソラノンがさ、第二ターミナルから来るって言うけんさ、こっちから来るけんさ、あ、第二、ね、もうすぐ着くよって言われて、あーって言って、ちょうど着いたのが
そうそう、そうジャルとさ来た、今ちょうどもうすぐよって言われて着いたのが、たまたまさ着いたのがさもうそれだと思って乗り込んだんですよ。そしたらさ、それ第二ターミナル行きで、全然あのなんだ私たちが行きたい駅の方じゃなくて、あの戻る空の方に戻る電車で、モノレールで乗って、そういうのもう着いたやろって言って、着いてないよって言われて、あこれ違うわと思って出てパッと見たら、あこれ空のとこに戻るやんって言って、そうもう本当にすれ違うところでしたよ本当危ない危ないって言って、もういやなんでよって言って、今から合流しに空のが来てくれるとに、私があっちに行くところやったっつって、よかった空の方も早く連絡してくれてありがとうって言ってね、平和に行きました2人で。危なかったですよ本当にえループしたの、やだ、えループしたの、あら残念残念。そうなんか結構そう逆側に乗ろうとしたんですよ、アホですね。そうすれ違うとこやった。そうだよ、もう瑞稀東京に染まった今日は、うん、もうとでもさ2人でさ、うちらめっちゃ田舎人だねって言いながら、なんか駅のど真ん中で携帯2人でこうして、あれどっちかなこっちかなあっちかなあっちかなみたいな2人で書いてうちら田舎人みたいやねって、いや田舎人なんですよ、田舎人なんですけど2人で書いてめっちゃ田舎っぽくないって言って、もう2人ともなまっとるけんさ、めちゃめちゃ喋ったらさ、もう周りから見たらもうめちゃめちゃ超田舎から来たなって多分バレるんですよ。そう2人でさ、あっちょるあっちょるとか、いやこっちってこっちってあそっちか、あそうさそうさとか言って、あっちょるとか言ってさ、もう超なんかうちら田舎丸出しで携帯をじっくり見ながらそう行きました。みんな多分東京にいる方すぐバレそう、うちらでも多分あの分かりやすいように、どこ端っこにいたらさ周り全体が見えないじゃないですか、駅の看板とか、だからど真ん中にいるんですよ。ど真ん中で駅の看板とかを見れるように、看板何線とか、何線とか、なんか何なんか電車の名前とかさ見えるやん看板、それを見えるようにど真ん中にいるのがコツです。そうこれがコツ全然田舎っぺです。え嘘、そこら中に書いとらんよ、見えん、なんかいや恵比線じゃなんかなんとか線とかあるやん。そうそれがコツ、電車に間違わんコツはそれです。そうだよ、みんなやってみてくださいね、もっと試してください。変装なんかしないですよ、もうどっからどう見てもお水着やないかいっていう格好で、そういますよ、ソラマンと2人だから、ソラマンとねいたらずっと笑ってますね、なんか分からんけど、なんかね笑う、ギラギラ笑うってよりかはなんかこうねニコニコしてしまう、ソラマンがニコニコしてるけんね、好きですすごくいやさすがにユニフォームじゃないですよ、さすがにユニフォームでうろちょろしてないけど、けどあ声かけずに外して、そうなの、まあ確かにこっちの方がいいのかな、私喋りかけられたらめっちゃ喋ってしまうけん遅刻する絶対遅刻するけん、喋りかけちゃダメ、めっちゃ喋ってしまいますよ、わーって言ってどこに行くんですかとか言ってめっちゃ質問攻めするからだけどダメだね、お互い遅刻しますからねきっと。あ飛行機の中は全然一人で余裕ですね、もう慣れました、うんもう全然余裕、飛行機はねもう全然余裕ですね、うん、あなんかあでもあなんか怖い、え、なんで怖いですか、確かに読み付きから質問攻めされたら怖いかな、でも絶対さ、なかなか会えませんよね、
なかなか合わないですよね、絶対。エコノミー、あ、エコノミー、あ、まあそれはどえん、あ、飛行機はね、子供料金じゃないですよ。しっかり20歳料金です。20歳料金、21歳料金。飛行機はね、もう全然余裕です。乗って降りて、保安検査通って、ゲート行って、まあ、それはね、超余裕ですね。確かに一瞬で見つけられる、私あります。見つけれる自信あると思う。私は見つけられる自信ありますもん。すぐ見つけられる。喋り方でわかると思う。なんなんさ、なんなんさって言ったらもう私、それはそう、ん、すごい、駅でメンバーと遭遇したことあります。すごい。でも駅だと会えるのかな。確かに。でも私もなんか佐賀公園の時なんか手振った気がします。手振られたからわーって多分ね、あった気がする。お、まあまあよく覚えてないけど。じゃあまあ、なんで逃げたさ、なんで逃げたさ、わあすごい、お土産5周年。そうなの。あ、すごい、長崎空港行ったことあるって。1回だけ。ぜひ来てくださいね、長崎にも。空港はね、空港ね、空港もよかけど、空港もよかけど、まあ、空港はね、大村ってとこにあるんですよ。ぜひ市内にも来てください。佐世保とかもね、いいね。どこもいいけどね、どこもいいけど、大村も、大村から1時間弱ぐらいでなんてこった。もう 10% しかないけん、やばいやばいやばい、 10% しかないですよ、本当にやばい。ちょっと待って、本当に 10% しかない。充電器近くないんですよ。はい、読みます。第13位、レッドブル KTM アバントインバラさん、エイトについていくよ、どこまでも、ありがとうございます。もうね、やばい、 10% しかないけん。第12位、よしえさん、アットマーク、おみずきより、早起きできるように頑張ります。勝負だー勝負だ、頑張ろう、絶対早く起きよう。嘘嘘、10時に起きます。ありがとうございます。第11位、ブリントさん、まだオンライン会議中、あら、大丈夫、そんな見よって大丈夫、頑張ってください、お仕事。そうよね、まあギリギリまだお仕事やってる方もいるのか。ありがとうございます。第10位、ショートさん、アットマーク、お水系 FC、超真面目に焼きになる。あ、すごい、そんな話をしたらやっぱりいましたね、お仕事をなうの方。頑張ってください。明日は金曜日だから多分休みかな。頑張ってください。第9位、よしよしさん、よしよしさん、ちっちゃいよ、大きいし、ちっちゃいよ、大きいしやけん、これは難しいんですよ、発音が。よしよしさんってなるのそう、ありがとうございます。面白いですね、その名前。ありがとうございます。第8位、チョコミント、いった、手つる、エイトポーズで手つりそうになったの初めて。第8位、チョコミントさん、左手不器用なんですよ。アットマーク、オミの生誕グッズ買うか買わんか迷う、買ってくださいよ、迷ったら買うってさ決めてるんですよ私はそれはちょっと嘘けど、あの、まあぜひ買いたいなっていう気持ちが 51% になったら買ってください。買うか買わんかで、多分今5、5、50、50かもしれんけど、51、49になったらぜひ買ってください。ありがとうございます。第7位、峰松さん、アットマーク、おみちゃんの生誕グッズセット買います、ハート、ありがとうございます。嬉しい、よかったよかった。なんかね、自分がさ、デザインしとるあれやけんさ、なんかね、ぜひいっぱい買っていただきたいなって思います。なんかもう顔が疲れてきちゃってるな、大丈夫かな、髪も疲れてるような髪してる。ありがとうございます。第6位、太陽のポミさん、アットマーク、毎日おみずき FC 10日目って、ありがとうございます。今日で10日目よね、明日で11、あれ今日が11、まあよう分からんけど、あ
ありがとうございます。第5位よしのりさん、アットマークランキング読み急げーって、急ぎます。 10% しかないけん、よし。第4位ケアンティティさん、アットマーク生誕グッズ生写真ゲットするねって、ありがとうございます。生写真もね今日撮った分ね、よろしくお願いします。第3位みやこぶろさん、アットマーク755登録失敗したポンコツってなんでやねん、なんでよどうしたら失敗するさ、頑張ってくださいよ、登録してください。ぜひおみずきの意味のわからんあのなんか日常あれが多分見れますよ。画面割れたとかね、画面割れたとか、画面割れたとかありがとうございます。あれランキング変わったかな、ちょっと5位にいるな。第5位キャリティテイさん、アットマークもうどこにも行くなよハート、もうどこにも行くなよっていつもなんかあのかっこいいセリフがねついてるんですね、ありがとうございます。キャリテテさん、あとはね誰かいるかな、もう大丈夫か。で2位がヨシユさんね、ありがとうございます。すごいヨシユさんすごい、2位まで今グワーンって上がってきたとかな、ありがとうございます。そして今日タワーありがとうございました。第1位コマちゃん、アットマーク実は今日100日目の訪問でした、あなるほどね、今日が100日目の訪問やけんっていう記念日かな、こまちゃんにとっての。いや嬉しい、ありがとうございます。そういうことか、嬉しい、よかったです今日本当に、なんかやってよかった、やってよかった。じゃあ明日からも頑張るぞ、毎日お水着、なんかほぼ毎日お水着やったけど、なんかほぼ消えてきたよ、しっかり毎日お水着できてきよる。じゃあなるほどね、自分の記念日ですって嬉しいです、ありがとうございます。100回も来てくれたと、すごい、ありがとうございます。100回も、100回ってすごいですよ本当に、100回ってすごいですよ。そっかみんなもうじゃあ100回行ったってことか、嬉しい、ありがとうございます。あ、じゃあ私も配信100回超えたってことか。皆さんありがとうございました。起きるの遅って、まだまだまだ早い、それは明日の朝。今日103回目か、すごい、100回まであと95回だ確かに確かにそうなりますね。そっかそっか、終わっちゃいますよ。もう今日はね、もう寝ますよ。もう11時半になるよ。皆さんおやすみなさーい。ああ、明日は何時に起きようかな。おやすみなさーい。